また盗まれたのかこんにちは、アンゴロです。本日7月12日に日本の暗号資産取引所のビットポイントが35億円分の暗号資産を不正流出したことを発表しました。それにしても不正流出がよく起きるな。7月11日22時にリップルの不正流出を確認して調査を開始、その4時間後にリップル以外の暗号資産の不正流出を確認して全サービスを停止しました。ビットポイントは IS レーティング社の情報セキュリティ格付けで A ランクを取得しているほどセキュリティの高さを売りにしている取引所です。先月の6月には金融庁の業務改善命令も無事解除されて、これからというところで不正流出。こういう場合また業務改善命令食らうのかな。ビットポイントのセキュリティの特徴はトップページにこのように記載されています。ドン。当社独自のウォレット管理、ホットウォレットの管理について当社独自の管理システムを構築。ウォレットにはホットウォレットとコールドウォレットがあって、ホットウォレットはインターネットに常時接続して操作できるウォレットで、ハッキングされるとコインを盗まれる可能性があります。一方コールドウォレットはネットから切り離して保管するウォレットで、ホットウォレットよりも安全に保管できます。2018年のコインチェックのネム流出事件では、取引所にあるネム全部がホットウォレットに保管されていて全部盗まれました。その反省点を踏まえてホットウォレットに全部入れておくのはやめようという方針になりました。ホットウォレットが必要なのは主に入出金の時で、1日の入出金の量は全体に比べて少ないので、最低限必要な分だけホットウォレットに保管して、残りはコールドウォレットで安全に保管することになりました。今回不正流出したのはホットウォレットに保管されている分だけです。最小限。ビットポイント独自の管理システムってどんなんかな。次と、マルチシグ対応、秘密鍵を複数用意しお預かりしている仮想通貨をより安全に管理。暗号資産を送金するには秘密鍵が必要で、秘密鍵を複数個にすることで一つ盗まれてもまだ大丈夫というのがマルチシグ対応です。コールドウォレットとホットウォレットの両方ともマルチシグ化が可能です。コインチェックのネーム流出ではマルチシグに対応していなかったのが問題視されていましたが、ビットポイントはマルチシグに対応しています。ビットポイントはリップルが不正流出したことを最初に検知したようですが、リップルもマルチシグ可能なのになぜ盗まれたのか気になります。次と、不正な外部侵入への防御、不正侵入検知防御システムの導入。2018年のコインチェックの流出事件では流出を検知したのが犯行から11時間以上経ってからです。財富が不正流出を検知したのが3日後です。ビットポイントの不正流出の時刻は明らかになっていませんが、送金エラーの検知から対応開始までが早いようです。送金エラーの検知が22時12分、入出金の停止が次の日の朝6時半なので8時間18分。次ドン。 SSL 暗号化、最高レベルの審査を通過した証明書 EVSSL を採用。これは通信を暗号化してなりすましや盗聴を防ぐ技術なので、ハッキングとは直接関係ないと思います。今回の不正流出によってハッキングを受けた日本の取引所はこの4つになりました。ドン。マウントゴックス480億円、コインチェック580億円、財布70億円、ビットポイント35億円、合計1165億円。ビットポイントは一番被害額が小さいです。4つの被害額は当時のレートで計算されたものなので、今と昔ではコインの価値が異なります。では、現在のレートで被害額を算出した場合の被害額のランキングを見てみましょう。4位、ビットポイント。
35億円。3位、コインチェック、43億9460万円。2位、財布、106億372万円。そして1位は、マウントゴックス。1兆772億2285万円。流出枚数とレートはこうなります。マウントゴックスはユーザー分と自社分合わせて85万枚のビットコインが流出しました。ビットコインがいかに価格が上がったのかが分かりますね。流出事件を受けて親会社のリミックスポイントの株価はストップ安まで暴落しています。現在価格は350円。ビットポイントの今後が心配ですが、まずは記者会見でセキュリティの甘かった点について情報共有し、対策して完全復活することに期待します。分散型取引所の波が来る。以上、ビットポイントから35億円分の暗号資産が流出したでした。また次回お会いしましょう。